音を立てず、ロシア軍の熱感知でもほぼ捉えられない利点が、荒野を自在に駆け、偵察からミサイル発射までをこなす、戦地で重宝するのは大型の装甲車両だけとは限らないようだ。ニューズウィークの記事から、ウクライナ軍は特別仕様の電動バイクを一部地域で導入しており、その最高速度は最高時速90キロに達する。一般的な装甲車両やガソリン式バイクなどとは異なり、Eバイクでは敵陣のごく近くにまでほぼ無音で接近することが可能だ。偵察から対戦車ミサイルの射出まで多用途に活用されている。導入対象は現時点で一部部隊にとどまるが、自分の部隊にも導入したいとの声が将校たちから聞かれるようになった。エネルギー専門ニュース誌の米エレクトレックは、これまでのガソリン式ダートバイクよりも軽量であり、騒音も少なく、熱反応を監視しているロシアのドローンに移る放熱も削減していると利点を強調する。中央ヨーロッパのニュースメディアビシェグラード24は動画にて、ドンバス地方でウクライナ軍の管制下で参戦するグルジア軍兵が実際にEバイクで移動している様子を報じた。動画を紹介するツイートは、前線や敵陣内でさえも音もなく移動できることから、このEバイクへの需要が大変に高まっていると述べている。Eバイクの活用は、先端技術を前線に投入するウクライナの新たな事例として知られることになりそうだ。動画に対し、ある視聴者は次のように反応した。ウクライナが応戦し、国家として団結する姿は紛れもなく勇気を与えてくれる。たくさんの、本当にたくさんのストーリーが将来語られていくことだろう。静音性に秀でるEバイクを用いることで、作戦の目標地点に素早く侵入し、対戦車砲などで遠距離から攻撃を加え、そして任務完了後には音もなく離脱することが可能だ。米ワーゾーン氏は、ロシア軍の警戒網をすり抜けやすいと分析している。ロシア軍はドローンによる熱探知を展開しているが、一般車両よりも放熱が非常に少ないEバイクであれば、この監視網を抜けやすく、偵察任務にも重宝されている。ウクライナで展開中のEバイクには、主に2製品があり、うち一つは、ウクライナ国内のフリーク社が手掛けるフリークオトムだ。この製品は本来、市販品として開発された。市販モデルは、95,000フリブニャ、約41万円で販売されている。通常の自転車よりかなり高価だが、大型バイクと比較すれば数分の1という価格だ。フリークオトムはマウンテンバイクにも似た外見ながら、最高時速90キロの実力を秘める。全くペダルを漕がなくても荒れ地を高速で疾走できる作りだ。オフロード仕様のタイヤとバイク譲りのサスペンションを採用しており、センチの大部分を占める悪路の走行に向いている。航続距離は最大100キロと長く、4時間ほどでフル充電という実用性の高さも特徴だ。ウクライナを本拠とするフリーク社は、過去10年ほどこの製品を製造し、世界中で販売してきた。侵攻が始まると同社はすぐに戦地での活用の可能性に思い当たったようだ。担当者はワーゾーン氏に対し、このモデルのバイクは在庫すべてを無償で軍に譲渡しましたと語る。市販仕様のEバイクが戦場に持ち込まれると、兵士の間で大変な好評を博した。ウクライナ軍はこれを受け、さらなる導入拡大に動いている。兵士たちからのフィードバックを添えて、カスタマイズを施した特注モデルをフリーク社に発注した。軍の要望に応えた特注モデルは、
より大型のバッテリーを搭載し、5時間の充電で最大150キロまでの航続距離に対応する。自重は70キロと比較的軽量ながら150キロまでの荷重に耐える。兵士1名が乗った上で重さ数キロの66ミリ対戦車砲を携行してもなお余裕がある。ロシア軍が電子戦を展開しており、通信が困難な地域では e バイクに乗った兵士が伝令の役割を果たす。遠い昔には馬によって行われてきたメッセージの伝達は、今や e バイクが取って代わった。細かな配慮として大型の可搬バッテリーとしても機能する。戦場では電源確保に苦労するのが常だが、ウクライナで IT ニュースを報じるメッツァによると、軍用モデルは駆動用バッテリーから USB ポートと 220V ソケットを経由し、外部に電源を供給できる。これも現場の兵士からのリクエストに応える形で追加された機能だ。ウクライナに限らず、ここ数年で e バイクの軍事用途での利用は増加傾向にある。アメリカでは国防高等研究計画局 DARPA は2014年から静音性重視の e バイクを研究している。ノルウェー軍は2018年から e バイクを採用しており、ニュージーランドやオーストラリアなどでもパトロール用途の試験導入が進む。対戦車ミサイルの発射から任務用スマートフォンの充電までこなす e バイクの柔軟性に、現場では需要が高まっているようだ。以上が記事の内容。ここからは試験になる。確かに電動バイクは軍事用途で使う場合のメリットは多いと思う。軽量で静粛性に優れ、なおかつ熱源探知されにくいといいことづくめである。隠密性の高い偵察任務や近距離での作戦行動では猛威を振るうだろう。問題は充電に時間がかかるということだが、バッテリーを交換式にすることでかなり改善されるはずである。陸自の総火炎でよく見るバイク偵察部隊は UH-60 ヘリに2台積載しているが、電動バイクなら3台もしくは4台積むことで作戦の範囲も大きく変わるだろう。来年度から防衛予算が大幅に増額予定ということで、本格的に導入を検討してみてもいいのではないだろうか。その際は世界を大きくリードするバイク大国の日本として、独自開発の上、世界中の軍が欲しがるようなバイクを作ることで輸出も見えてくる。バイクは非殺傷装備なので、左側の反発もかわすことができるだろう。これは既存のバイクを廃止するのではなく、ガソリン車と電動車の双方で用途により使い分ければいい。そのための予算増なのだから、ここは予算の使いどころと言ってもいいのではないだろうか。今回のウクライナ戦争で表面化したテクノロジーの進化は凄まじいものであり、やはり多くの技術は戦場で進化していくのだと実感できる。過去2度にわたる世界大戦で内燃機関の進化に役立ったように、今回のウクライナ戦争に投入された様々なハイテク機器が吸収した膨大なデータが今後の技術の向上に役立つのは間違いないと言えるだろう。聞いていますか、学術会議の皆さん。当チャンネルでは誠に微力ながら日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても、相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも、
反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、使えねえと見切りをつけられる可能性だってあるが、ターミネーター4で見た、いいなあこれ少し欲しいかも、わら、充電させてもらえる食堂を探すのに一苦労、軽いし排気音もないし奇襲にはもってこいだろう、日米合同演習で未だに自衛隊のオートバイ部隊が大活躍してる、本当に実験場だな、現場の声聞いて USB 充電機能まで備えたのね、音ないなんて処刑ライダーや、貧乏ロシア兵が露覚してフリマに出しそう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなどどしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。